1920年代ドイツ人数学者ダフィット・ヒルベルトは有名な思考実験を行った無限という概念がいかに難しいことか示そうとしたのです部屋数が無限にあるホテルがあるとしてそこにはとてもよく働く夜勤のマネージャーがいる。ある夜無限ホテルは完全に満室になった無限の予約でいっぱい男性がホテルに入ってきて一部屋空いていないかと尋ねた 夜勤のマネーージャーはそれを断りもせず、1号室の客に2号室に移ってもらい2号室の客には3号室に移ってもらう N 号室の客が N プラス1号室に移るのです無限の部屋があるのでそれぞれの客に新たな部屋が用意されることになるすると1号室は新しい客の部屋になる これを続けていけば、いくらでも有限の数の新しい客をお迎えできるのです。例えば、観光バスが40人の客を連れてきて部屋を探したとする。すでに部屋のある客たちが N 号室から N プラス40号室に移ると、最初の40部屋が開く。しかし今度は無限に長いバスが、無限の客を連れてきて泊まろうとしたらどうだろう。鍵は無限でも数えられること。加算無限。無限バスが無限の客を連れてきて、 夜勤のマネージャーを困らせる。しかし彼はみんなに部屋をあてがう解決策を見出すのです。一号室の部屋の客に二号室に移るよう頼み、二号室の客は四号室に移ってもらい、三号室の客は六号室へと続ける。n 号室の客が 2n 号室に移ると無限にある偶数番号の部屋がいっぱいになる。 でもこうやることによって、無限の奇数の部屋が空き、無限バスで連れてこられたすべての客に部屋が割り当てられます。みながハッピー、ホテルも前代未聞の商売繁盛。でも実のところ、一晩で稼ぐのはいつもと全く変わらない無限ドル。このホテルの噂が広まり、客が遠方からもなだれ込む。ある夜、予想だにしないことが起こる。夜勤マネージャーが外を見ると、無限に並んだ無限台のバスが列をなして、 各々が加算無限の客を連れてきている。どうすればよいのか。部屋を準備できなければ、ホテルは無限の収益を見逃すことになり、彼は職を失うこと間違いなし。幸いにも彼は、紀元前300年頃にユークリッドが証明した、素数が無限に存在することを思い出すのです。無限のバスに乗った疲れた無限の旅人のために、無限のベッドを準備するという一見不可能な問題を解決するために、夜勤マネーージャーは。 宿泊中の客に最初の素数である2を部屋番号の数で累乗した番号の部屋に移ってもらう例えば7号室の客は2の7乗128号室に移動する次に夜勤マネージャーは最初の無限バスの客を2の次の素数である3をバスの座席番号の数で累乗した部屋に案内するのです例えば座席番号7に座っていた客なら 3の7乗、つまり1 1台目のバスでこれを続けたら2台目のバスはその次の素数である5を次々と累乗していくその次のバスは7の累乗、さらに続くバスは11の累乗、13の累乗、17の累乗という具合。こうやってできた数字は1と素数の累乗しか約数を持たないので部屋が重なることはない。 すべてのバスの客たちはそれぞれに割り当てられた素数に基づいてそれぞれ異なった部屋へと分かれていく。こうして夜勤マネージャーはすべてのバスのすべての客に部屋を用意するのです。でも6号室のように空き部屋がたくさん残る。6は素数の累乗ではないから。幸いにも彼の上司は数字に弱いので仕事を追われることもありません。無限ホテルでのさまざまな準備が悪夢なことに間違いはないが。 夜勤マネージャーがこんなことができたのは最も低いレベルの無限だから。基本的に加算無限個、つまり1234というように自然数で数えられること。ゲオルク・カントールはこのレベルの無限をアレフ0と命名。我々は部屋の番号やバスの座席番号に自然数を用いる。もし実数といったより高いレベルの無限を扱おうとするとこれまでに論じた方法ではうまく対応できなくなる。 すててての数字を系統立てて組み入れることがでできないからです実数無限ホテルには地下の複数番号の部屋とか分数番号の部屋があって2分の1号室の客は1号室よりも狭いんじゃないかと疑っているルート2といった平方根の部屋やパイの部屋では客が無料サービスのデザートを期待するかも誇り高き夜勤マネージャーは無限の給料だからといってそこで働きたがるだろうか。 しかし空室は常にないのにさらに部屋を用意できるヒルベルトの無限ホテルで勤勉で接客態度の良すぎる夜勤マネージャーの話を聞くと無限という概念を理解することが有限な知性しか持たない我々にとっていかに大変なことか気づかされる一晩ぐっすり眠ると良い解決案が浮かぶかもしれないが午前2時に部屋の移動をお願いするかもしれませんご視聴ありがとうございます。 この動画が気に入った方は登録をクリック。毎週新たな学びに出会うことができます。